ヘンリー・ジョセフ・ガードナーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身の商人、政治家である。ノーナッシングの公認で出馬した1854年のマサチューセッツ州知事選挙では、ノーナッシングが州全体で圧倒的な勝利を挙げたことに便乗して当選し、州知事を1858年まで3期務めた。ガードナーは、マサチューセッツ州道チェスターで生まれ、 ボストンの幹物商人となり、1850年代初期は、土地の保育党員として活動した。1854年、移民排斥主義者のノーナッシングが突然、秘密主義のままに交流した時に、ガードナーは時期を見て、それまで保持していた立場を否定して、ノーナッシングの動きに加わり、保育党現職候補者、エモリー・ウォッシュバーンに対象した。ガードナーが、 州知事を務めた3期の間にノーナッシングが支配した州議会は幅広い改革案を法制化し州憲法にもかなりの変更を加えた。その中には州知事選挙でそれまでは過半数の得票が当選条件だったものを多数票を得た者が当選できるように変更したものなど選挙制度の重要な改革が含まれていた。 ノーナッシングの動きは1854年の勝利駒まもなく崩壊をはじめ奴隷制度に対する姿勢で分裂した。ガードナーは1856年の選挙で共和党の支援もあって再選されたが、これは共和党の大統領候補者ジョンシー・フレモントをノーナッシングが支持するのと交換条件だった。1857年の州知事選挙では、 共和党候補のナサニエル・ピー・バンクスがガードナーに対して楽勝で当選し、ノーナッシングの動きは事実上消滅した。1860年までにガードナーは正解を去り、事業での利益追求に戻った。1892年、ガードナーは比較的世に知られないままに死んだ。ヘンリー・ジョセフ・ガードナーは1819年6月14日にマサチューセッツ州道チェスターでで生まれた。 父は、ヘンリー・ガードナー、母はクラリッサだった。祖父も、同名のヘンリー・ガードナーであり、ハーバード大学の卒業生として尊敬され、アメリカ独立戦争の時には、正界で活動し、七百七十四年から七百八十二年には、州の財務官を務めていた。ガードナーはまず、ボストン地域の私立学校で教育を受けてから、フィリップス・エクセター・アカデミーに入学し、 同学を1831年に卒業した。続いて、ボーリン大学に入学し、ボストンで、幹物商人としての経歴を始め、それを1876年まで続けた。1844年、メイン州ポートランド出身のヘレンコブと結婚した。この夫妻には3人の子供が生まれた。エモリー・オーシュバーン、1854年に、 ガードナーが州知事選挙に出馬した時の現職知事。ガードナーに敗れた1850年、政治的には保育党支持者だったガードナーは、ボストン指標議員に選出され、これを1853年まで務めた。柔道保守派であるウェブスターの支持者であり、州内での党の組織化に関わり、中央組織委員を務めた。1854年、 奴隷制度を擁護するカンザスネブラスカ法の指示に関して、党と多元は勝ち、移民排斥主義者のノーナッシングの動きに関わるようになった。この政治姿勢の変化はガードナーにとってかなり急進的なものであり、同時代の人や近代の歴史家からは政治的な日和見主義と見られた。ノーナッシングに関わる以前は特に移民排斥的な考えを示してはおらず、 治安判事になる選挙ではむしろアイルランド系アメリカ人を支持していた。奴隷制度に関して中道的ウェブスター支持の姿勢から奴隷制度廃止の姿勢に変わり以前は反対していた禁酒運動の姿勢を支持した。保育党の政治家エドワード・エバレットはガードナーをいくらか賢いものだが正確には堅実性がないと表現していた。 1854年10月のノーナッシング党員大会でガードナーを州知事候補に選出した。これは同様にノーナッシングの支持を求めていた共和党の候補者ヘンリー・ウィルソンと比較して奴隷制度に対する姿勢がそれほど求心的ではなかったことも要因だった。ウィルソンは最後にノーナッシングと取引し州知事選挙から最後の段階で撤退する代わりに アメリカが衆国上院議員選挙ではノーナッシングからの支持を得られるようにした。保育党も民主党も大規模な行事を組織しなかったので選挙戦は比較的穏やかなものとなった。大政党は集会を開いたとしてもノーナッシングへの逃亡のために参加者が少なくなることを心配していた可能性がある。貴族主義的な保育党は現職のエモリーウォッシュバーンを立てて 再選を求めた。ホイックは、ノーナッシングの力を特に過小評価していた。ある評論家は、ノーナッシングの公認を、ポンコツの牧師、横たわる罰師作業者、不愉快な僧侶と表現し、ヘンリー・ j ガードナーというオンボロの害虫に引きられているとしていた。しかし、ガードナーは、楽観的であり、あるジャーナリストに大差で勝利すると警告していた。選挙結果は、 自滑り的なものになった。ガードナーはが投票総数の79%を獲得し、衆議会も連邦議会もほとんどすべての議席がノーナッシングによって占められることになった。ノーナッシングが圧倒することになった議会はそれまでの議会とは異なることになった。議員のほとんど全員が新当選者だった。1855年の会期は、 州の歴史の中でも最大級に生産的なものとなり、約600件の法案と決議案が成立した。ガードナーは、その就任演説で、期待していることは、党の指導者としてその地位を確固たるものにすることだと、言った。その演説は移民排斥問題に集中しており、移民の水準が危機的な状況に達しているという大げさな表現まで、あった。 一日労働時間10時間と言って、基本的な改革は除外し、奴隷制度という議論の多い問題も避けた。1855年のマサチューセッツ州議会は、幅広い改革法案を通し、その大半にガードナーが署名して法制化させた。幅広い権限を持った保健委員会が創設された。破産法は仮想階級の個人に恩恵があるように改定された。 債務者週間制度は廃止された。就学年齢の児童に対するワクチン接種が義務付けられ、女性は自分の資産を所有する権利を与えられ、夫の債務について連帯責任を免れるようになった。児童労働については制限が設けられた。学校は人種統合され、女子のための学校が設立され、教区学校に対しては州の財政的援助が取り払われた。 都市や町は道路の建設、ガス、水道、下水道の整備、ドックや桟橋など公共輸送設備の建設といった公共の様々な改良に携わる権限を与えられた。活発な議論があったにもかかわらず法制化まで至らなかった重要な法案は1日労働時間10時間に制限する法案だった。州憲法に対してもいくつかの修正が行われた。 それらのすべては1853年の州憲法検討会議で提案されたものであり、それら提案は人気があったものの手続きがうまくいかず住民投票で否決されていた。選挙で絶対多数を得た者が当選するという制度は連邦議会の選挙ではすでに実施されていたが、それが州レベルの選挙にも拡大された。州業政府の役人が選挙で選ばれるようになった。 例えば、知事評議員、検事総長、州務長官、監査官、財務官があった。選挙区割を行う規則が改定され、町ごとの選挙区ではなく、人口をもとに決められるようになった。激しい議論の対象になった者には、厳しい禁止法があり、グロックをコップ一杯提供することで、金庫6ヶ月の罰が課された。この法はガードナーが署名して法制化されたが、 即座に抗議の声が上がり、それを成立させた議員は後に旅行先でバーの料金を週につけたことで批判された。いくつかの法と行政行動は移民排斥問題に真正面から取り組んでいた。アイルランド系移民で構成されていた、いわゆる外国人民兵隊が解体され、外国人は警官になることも政府の役人になることも認められなかった。 州は1000人以上の困窮した外国人とされる者を国外追放にし虐待に対する抗議を煽り立てた。ある場合にはアメリカで生まれた乳児を連れた女性をいかなる支援手段もなくリバプールに送り返した。ガードナーはこの手続きで州は10万ドルを節約できたと報告していた。移民排斥問題に関して最も論議を呼んだのは ローマカトリック教会の寄宿舎で虐待があったとされる県で衆議会が調査をさせたことだった。その調査員の中でもジョセフヒスがこれら施設の二層に関して卑猥な発言をしたとされ、後には酒を飲み賠償を買っていたことが分かった。このスキャンダルは新聞で大きく扱われ、ノーナッシングの評判を傷つけた。ガードナーが 州知事に当選する前の1854年5月24日、アンソニー・バーンズが1850年逃亡奴隷法のもとに逃亡者としてボストンで逮捕された。サフォーク軍の兼任判事エドワード・ジー・ローリングは、マサチューセッツ州巡回裁判所のアメリカ合衆国コミッショナーも務めており、バーンズをバージニア州で奴隷の身分に戻すよう命令したので、奴隷制度廃止運動化を怒らせ、 マサチューセッツ州内で反奴隷制度の世論を強めることになった。ウィリアム・ロイド・ガリソンが先方となった大衆の請願運動の圧力下で議会は1855年と1856年にアドレス法案を成立させ、ローリング判事を州の役職から罷免するよう要求したが、どちらの場合もガードナーがローリング罷免を拒否した。 ローリングを排除するための3回目のアドレス法は、ガードナーの後継知事ナサニエル・ p バンクスによって認められることになった。ノーナッシングが支配した議会は、ガードナーの拒否権を乗り越え、最も厳格な個人自由法を通した。これは、奴隷所有者にとって1850年逃亡奴隷法の執行をできる限り困難にするよう考案されていた。 ガードナーはこの方が北部と南部の関係を悪化させるものと言って、その撤廃を求めた。議会の少数党は、法の効力を弱めようとしたが、人身保護令状、売信員裁判、州の予算による弁護の権利など主要な条項は生き残った。ナサニエル・ピー・バンクス、元はノーナッシング、1857年の州知事選挙で、ガードナーを破った1855年。 ノーナッシングの全国大会は、奴隷制度への対し方で分裂した。マサチューセッツ州のヘンリー・ウィルソンを、はじめ著名な反奴隷制度、ノーナッシング支持者は、奴隷制度廃止を主要課題とする新党を結成する、新たな試みを始めた。この動きは、共和党の結成につながり、ノーナッシングと兄ニ党の融合を交渉しようとした。しかし、 マサチューセッツ州のノーナッシング指導層は融合を拒み、共和党の指導層は連行を拒み、ガードナーは融合を支持していたが、多くの共和党員はガードナーの反奴隷制度の考え方については会議的だった。両党はそれぞれの候補者を立てることとなり、ノーナッシングの多くの政治家や支持者が同盟先を変えた。秋の選挙では、 ガードナーは厳格な移民排斥の考慮で出馬し、相当票数の38%を獲得した。対する共和党のジュリアス・ロックウェルは27%に止まった。絶対多数を得た者を当選者とする選挙法が有効となっており、ガードナーが当選したが、分裂のために元自由と地党や民主党からの支持は減ることになった。1856年の選挙では、 ガードナーは共和党との取引でノーナッシングが共和党大統領候補のジョンシー、フレモン党を支持するのと引き換えに州知事候補を立てなかった。ガードナーは容易に再選されたが多くの共和党員がガードナーを支持する代わりに抗議の候補者に投票することになった。ガードナーは共和党の支持をチャールズ・サムナーに代わるアメリカ合衆国上院議員の 選挙に利用しようと考えた。上院議員の選出は当時州上院で行われていた。しかし、共和党は1857年の会期冒頭のガードナーの演説前に上院を捜査しており、サムナーが容易に再選された。国内は1857年強行土地を流すカンザスのために割れていたが、同年のマサチューセッツ州の選挙は別の要因が引っかかっていた。 ガードナーは共和党のナサニエル・プレンティス・バンクスと民主党のエラスムス・ビーチの挑戦を受けた。ガードナーは元ホイッグ党の工業者本家の道具以上のものになっていないと非難され、バンクスは元のオーナッシングの支持者の多くを自陣に取り込むのがうまく、特にジョン・ゼット・グッドリッチはバンクスの強力なハンドレイ制度の姿勢を保証した。ガードナーは地方の問題で争おうとしたが、 奴隷制度が中心命題となり、バンクスが余裕を持って当選した。1858年、ガードナーはノーナッシングの残党と考えられる者と民主党との連行を画策しようとしたが、適切な候補者を見つけようという試みが失敗した。同年のノーナッシングの候補者エーモセ・エーローレンスは、バンクスに大差をつけられて敗れた。ガードナーは1876年まで幹部賞を、 続け、1887年には、マサチューセッツ州生命保険会社のエージェントになった。1892年、マサチューセッツ州ミルトンで死んだ。1850年代、ハーバード大学から名誉学位を送られていた。1855年には、古代栄誉砲兵中隊の隊員になっていた。ありがとうございます。